俳優の秋野陽子67が18日東京銀座三越本館7階のギャラリーで個展色彩の希望2秋野陽子作品展覧を乗り越えて新たな色を見つけるマイナスの取材会を開催した。昨年に引き続き個展を開催、去年の夏にやらせていただいたんですけど皆さんに喜んでいただいた、またやらないかとお話をいただいたので今回開催させていただきましたと語った。昨年は全ての作品が売れ、売り上げの一部はがん研究のために寄付された。私の拙い作品ですけど寄付をするという気持ちに皆さん賛同してくださってお買い上げいただけたと感謝した。